ました。ただいま原宿駅ベビーカーのドアに挟まったため安全の確認作業を行いました。そのためこの電車は原宿駅を3分ほど遅れて運転を再開しております。こういったところ大変ご迷惑をおかけいたしました。まもなく代々木です。